草名テラシヌカタヒミチ団衣居地自身は、日本神話に登場する女神、ヒミチ男命は古代日本の人物。ひなてるヌカタビチオイコチニの神と読まれるが、書籍によっては、ひなてりヌカタビチオイコチニの神ともされる。古事記にのみ登場する神であるが、刑符以外の具体的な辞籍については不明。長い神明は、文字の配列から考えて、日名、テラシヌカタヒミチオ、 妹知自身と分解できる。次にこの神は女神であるのに、男を含むのは異常であるから、日名、テラし、ぬかたひみちよは、妹知自身の不信の名で、それを、娘の名に関したものと考えられる。上記から、名義は、日が出る、ぬかた編の道を父に持つ、勢いの盛んな精霊と考えられる。またこの神の農業主的性格が、この国をしとみ神に引き継がれている。 三上市のケ図では、天心彦根命公営の人物で男性とされ、古事記の非名称ぬかたひみち団衣居地自身とは、時代も性別も全く異なる。三上市、ぬかたべの連などのケ図では、坂戸彦命の名で伝わるが、中富の連の各種ケ図では、ぬかたべの連祖坂戸彦命と記され、亀井家府では、ぬかたべの連祖ひみち男命の別名を伝える。大国主のケ図。 青は恩神、赤は女神、木は性別不詳大国主身の小鳥なる女神との間に国をしと女神を生んでいる。ありがとうございます。